吉澤みゆきのアトリエにようこそ。こんばんは。大人の美術部部長ことイラストレーターの吉澤みゆきです。この番組はイラストが好きな皆様やイラストレーターを目指していらっしゃる方に向けての番組です。大人の美術部というサークルみたいなイメージなので、皆様リスナーさんはアトリエ部員です。美術部の部活のような気分でお楽しみください。吉澤みゆきのアトリエにようこそ。こんばんは。イラストレーターの吉澤みゆきです。初めましての方に自己紹介をさせていただきます。私はイラストエッセイや塗り絵など本の執筆を中心に仕事をしていて、ただいま著書が49冊、最新刊はコスミック出版塗り絵ブック気まぐれ猫ちゃんズの春夏秋冬という猫のキャラクターの塗り絵ブックです。その他、朝日新聞出版夢を叶える大人の絵日記術という本も好評発売中。銀座伊東屋などで個展をしたり、イラストレーターを目指す人のためのコンサル講座をしたり、YouTube や Instagram にもイラストレーターを目指す人のお役立ちになる動画を配信するなど、いろいろな活動をしています。本日は吉澤みゆきの仕事術ということで、誰でも作れる簡単 LINE スタンプの作り方をテーマにお話しいたします。そして今日は素敵な話し相手に、音楽とイラストで作品を発表されている岩崎明子さんがスタジオに遊びにいらしてくださいました。明子さん、こんばんは。アトリエ部員の皆様、みゆき部長こんばんは。岩崎明子です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごくお美しい明子さんなんですけど、お仕事のことなどもちょっと伺ってみたいので、はい、後ほどいろいろお話をよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして番組中盤では絵描き歌のコーナーがございます。本日はアトリエ部員でもあり、私の趣味の歌のお友達、レーベルメイトでもあるチョビさんがウクレレで歌ってくださいました。すごく楽しい曲になっています。アトリエ部員の皆様、あきこさんもしょうちゃんもメモとペンをご用意してお聴きください。では最初に1曲お届けします。ヨルシカの血の糧です。この曲は皆様ご存知でしょうけど、先月まで放送されていたドラマ魔法のリノベの主題歌です。主演は春さんと間宮祥太朗さんで、丸福工務店というリノベーションする会社のお話なんですけども、あきこさんはご覧になりました？それがちょっと見ることができていなくてですね。はい。私ドラマ好きなのでね、いろいろ見てるんですけども、はい、毎回いろいろなお悩みを持たれているお客様が、リノベをすることによって、快適な暮らしや人生の楽しみを見出していくというお話なんですよ。はい。で、最後に、ビフォーアフター場面が、こう、リノベのね、はいはいはい、リノベ前とリノベ後のビフォーアフター場面が出てくるんですけども、そこがすごく楽しくて、リノベってすごいな、自分の家もリノベしたいなとこう毎回思ってしまうドラマでした。で、いろいろな思いを持った方たちがリノベをしていくんですけども、私は特に5話がグッと来てしまいまして、で、その5話っていうのが、結婚して家を出ている娘さんと一人暮らしのお父様がいて、その父親の実家をリノベするという話なんですね。ああ、そうなんですね。はい。で、実はうちも父が一人暮らしをしてまして、実は私の父も一人暮らし本当ですか？で、別々に今住んでいるので、いや、じゃあちょっとそれ見たら、はい、状況がちょっと近いですね。私もね、すごい気持ちがよく分かったんですけども、さらにその娘さんのお名前がみゆきって言うんです。そうなんですね。それはもう感情移入がそう、しかもね、私と同じ深い雪なんですよ。あ、そう
当にご一緒なんですね。みゆき会の中では深い雪のみゆきって珍しいんですけども、もう本当に同じだったっていうこともあり、はい、本当に感情移入して、はい、最後にこの曲が流れながらリノベのアフターシーンがあるんですけども、もう涙がちょっと出て止まりませんでした。再放送があればぜひ、ね、見てみたいです、はい、多分ネットで見れると思います。そうですね、はい、思い出すとうるっとしてしまうので、この辺でユルシカの血の糧。改めまして、イラストレーターの吉澤美由紀です。本日は吉澤美由紀の仕事術ということで、誰でも作れる簡単ラインスタンプの作り方をテーマにお話しいたします。そして話し相手に音楽とイラストで作品を発表されている岩崎明子さんがいらしてくださっています。明子さん、落ち着かないと思いますので、ちょっと自己紹介をお願いします。はい、ありがとうございます。イラストのお仕事をしたり、ピアノを中心に音楽の活動をしている岩崎明子です。音楽については、音楽家でこの番組の音楽部長でもある中村百合子さんに、作曲アレンジを指示し、現在は、中村百合子さんの所属事務所の、スリーノーマンの、お手伝いをして、おります。みゆき部長のファンクラブ、吉澤みゆきイラスト研究会もその事務所が運営していますので、そのご縁で、私もファンクラブの事務局のアシスタントを、させていただいております。はい、イラストについてはデジタルイラストで CD ジャケットのイラストなどを手掛けたり、しておりまして、みゆきさん、のイラストもとても素敵で参考にさせていただいています。 ありがとうございます。そうなんです、ファンクラブのね、吉田みゆきイラスト研究会では運営のアシスタントをしてくださってて、大変お世話になっております。はい、ありがとうございます。イラストも音楽もとても素敵なあきこさんなんですけども、その活動がお忙しい中、音楽部長の中村百合子さんのご縁でこうやってお手伝いしてもらったりして、本当に感謝してます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。では今日は話し相手もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。吉澤美由紀のアトリエにようこそ。では私の近況を お話しさせていただきます。ちょっとスケジュールを一部書き出してきたんですけども、あきこさん、せっかくなのでお仕事をお願いしていいですか。はい、はいはいはい、こんな感じでお渡ししますけど、こちらのタイトルを読んでもらっていいですか。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。9月8日イラストレータークラブ、寮夏の水彩色鉛筆展、カランダッシュ銀座ブティック搬出。はい、なんかもう遠い記憶な感じが しますけども、皆様その節はご来場ありがとうございました。あきこさんもいらしてくださいましたね。はい、はい、もうとても素敵な色鉛筆がですね、揃っていて、とっても心が、和みました。ね、同じカランダッシュの製品でもこんなに作家が違うと作品の雰囲気が変わるんだなっていうの楽しみというか面白さがありましたよね。はい、はい、では次に、はい、9月12日新百合ヶ丘駅前ホテル森の下見。はいこれは実は私のファンクラブ吉澤美由紀イラスト研究会初のイベントを企画していまして、はい、12月3日にホテル森野でランチイベントをすることになりました。はい、もういよいよイベントということで、とても楽しみです。そうなんですよ、イラストを描いたりビンゴ大会のようなことも今ね考えてるんですよね。はい、はい、いろいろ決まりましたらホームページとか吉澤美由紀 LINE 公式でご案内させていただきますので、12月3日とりあえず開けておいてください。はい、イラスト研究会にぜひ多くの方入っていただきまして、イベントにもご参加いただけたらなと思います。はい、はい、では続きまして、はい、9月18日朝日カルチャーセンター新宿教室イラストレーターお仕事&集客術を開催。はい、
イラストレーターになりたいという人のための講座で、今まではオンラインで個別で講座はしていなかったんですけども、講座はっていうかオンラインだけでしかやってなかったんですけども、初めてカルチャースクールでリアル講座をさせていただきました。マニアックな講座なのでどうなるかなと思ったんですけども、結構集まってくださって、台風の中だったんですけども、お互いに SNS 交換もやって大変盛り上がりました、はい、次回は12月17日土曜日13時から、また朝日カルチャーセンター新宿教室でワンデーレッスンを開講させていただくことになりましたので、もう募集していますのでお申し込みくださいませ。はい、はい、9月20日ファンクラブ吉澤美幸イラスト研究会メルマガ配信、はい、これはね、あきこさんもね運営アシスタントしてくださっているファンクラブ吉澤美幸イラスト研究会なんですけども、こちらの活動の一つが毎月イラスト付きの吉澤美幸の情報をメルマガでお届けしてるんですよね。はい、もう、はい、とても充実したあのメールマガジンでもうファンの方はですねもう必見という内容ですね。ありがとうございます、はい、で先月はちなみに眠り猫の描き方でした、はいはい、でファンクラブの特典はいろいろあって、可愛い会員証ももらえるんですけども、個展の DM もファンクラブからメンバー様に発送してくださってるんですよね。あ、そうですね、はい、はい、なのでもう9月の末にはお届けしています、はい、今後も個展の DM を必ず欲しいという方は年会費5500円で会員になれますので、ぜひご入会ください。はい、ぜひお待ちしております。はい、はい、9月25日個展のイラスト原画作品完成。はい、はい、そうなんです。やっと大きな仕事が終わりました。そして今はもう今10月ですけどね、ポストカードやカレンダーカードの準備とか、タイトルカード作ったりオンライン販売の準備とか、まだまだねやることが山盛りなので、ギリギリまで頑張りますという感じの9月でした、はい、今月は個展が銀座で開催されますので楽しみにしていてください。はい、とても楽しみです。必ずお伺いいたします。ここでアキコさんの曲をおかけしたいと思います。アキコさん、曲紹介をお願いします。はい、ありがとうございます、今日はですね、私の、オリジナル CD アルバムアンジェリックダンスから、はい、風道会という曲を、お願いしたいと思います、はい、ファンとして憧れ続けた中村ゆり子さんの、レッスンを受ける機会に恵まれまして、そちらを終了後にですね、その集大成と、私の音楽活動のさらなる始まりの思いを込めて、作成したCD に入っております。で、風道会という曲は、はい、当時同じ会社に勤めていた、方が、はい、北極圏と南極圏の、すごい極寒の中でですね、はい、和服姿で、風の道を開くという意味で風道会の3文字を書く書道のアートを行ったと、はい、そのことにとても感動しまして、そのイメージで作曲をいたしました。はい、はい、それでは、岩崎明子風道会お聴きください。吉澤美幸のアトリエにようこそ。本日は吉澤美幸の仕事術ということで、誰でも作れる簡単 LINE スタンプの作り方をテーマにお話しいたします。話し相手に音楽とイラストで作品を発表されている岩崎明子さんがいらしてくださっています。明子さん、先ほどおかけした風道会、はい、すごく素敵な曲でしたね。 ありがとうございます。はい、なんかちょっと癒しの世界に入ってしまいました。ありがとうございます。そう言っていただけるととても光栄です、はい、ではいよいよ本日のテーマの誰でも作れる簡単 LINE スタンプの作り方をお話しいたします。9月の末頃に私のインスタと YouTube に簡単に作れる LINE スタンプの作り方という動画を上げたんですね。で、それがかなり好評で皆様からたくさん反応があって、実際に作った LINE スタンプを LINE 公式とか、あとインスタなどで見せてくださって、すごく嬉しいなってこう思ってたんですよ。
あきこさんは LINE スタンプ作ったことはありますか？それがまだ作ったことがなくてですね、はい、LINE スタンプぜひちょっと作ってみたいなとちょうど思って。それは、はい、いいナイスですね。じゃあぜひ今日のお話で、はいはい、作ってみてください、はいはい、ということで LINE スタンプの作り方解説です。今回お伝えする簡単な LINE スタンプの作り方は LINE アバターという LINE の機能で自分のアバターを作ってそれを LINE スタンプにするという方法なんですけども、まず LINE アバターというのはご存知ですか？LINE のアバターが、すいませんちょっと不勉強で分かってないですね。私もね、はい、実はよく知らなかったんですよ、はい、でも調べてみたら2年前から実は始まった LINE の機能で知ってる方はもうみんな作ってて、はい、自分の顔写真をもとにイラストキャラクターにすることができます。はい、でそのアバターを作ればあとはスタンプを作るというボタンがあるので、はい、LINE 上にですよ、はいはい、一瞬で LINE スタンプを作ることができるんですよ。それは便利ですね、はい、気づきませんですよね、はい、この LINE で、そうですね、こんにちはとかこう話してますけど、はい、そんな機能があるなんてって感じなんですけど、はい、でそしてポイントとしては LINE スタンプを作る前にあらかじめLINE スタンプメーカーというアプリをインストールしておくと、うん、LINE スタンプがこうすぐにねそちらに移行していく感じになるので迅速にできます。はい、ということで以上なんですけど解説終わっちゃいそうですけどもうちょっと具体的にアバターの作り方から解説しますね。でアバターの作り方の手順です。はい、まず1 LINE のアプリを開きます。アトリエ V の皆様はこう手元でね LINE をこう見ながらやっていただけると分かりやすいかなと思います。でまず普通のねお話しする LINE のアプリを開きます。そしてホーム一番左下のボタンをタップしてホームに行ってください。でそうすると自分のプロフィールのアイコンをタップするんですけど今度一番上のところに自分の名前とアイコンがありますよね。そのアイコンをタップしてください。そうすると自分の背景があって壁紙があって真ん中に自分のアイコンがあってその下にデコ、アバター、キープ、ストーリーというボタンがあるのでその中のアバターをタップしてください。そうするとアバター制作画面に移動します。あ、もう全然気づいてなかったです、ね、ないですよね。そこいじらないですよね、まあ、アイコンはね入れますけどもね。はい、で2番目、そこで自撮りで作成というところが出てきますのでそれをタップします。はい、そして3番目、次に顔を撮影します。こういうなんか丸い形が出てくるのでそこに自分の顔を当てはめてカシャって撮るんですけども、または保存された写真からも作れますので、はい、あらかじめねこう可愛く写真自撮りしておいて誰かに撮ってもらったりしてそれを選ぶことができます。はい、4番目、そうするとアバターが自動で生成されるんです。一瞬でダラーって感じで、はい、すごい時代になりましたね。でここから最初3種類3人出てきます。でそれがねかなり結構変顔なんでショック受けます私も私この顔なんだってちょっとショック受けたんですけど、インスタとかでね、はい、すごいブチ猫みたいな顔になっちゃった人もいて、3人目がもう私これってすごいショック受けましたって笑いながら言ってる人もいて、もうでも大丈夫です、後で直すことができるのでこの中でも一番可愛い顔を選んでください。はい、1,2,3,4,5番目ですね。はい、5番目、そして選びますよね。で選んだところの画面で左側の上のところに顔マークとかがあるのでそこをタップすると自分の顔、目とか髪型、肌の色とか洋服、眼鏡などを直すことができますのでそれを調整すればかなり自分に近いものが出来上がります。ここのポイントは私は鏡を見ながらやったんですけども、そう鏡を見ながら眉これかな目これかなみたいにして作っていくと結構似る感じになりますし、ちょっとそういうのが苦手な人は
いいことを言ってくれるご友人とか家族に相談して、まあ、これいいんじゃないみたいにして直して作っていくといいのかなと思います。でもここまで来るともう実は LINE スタンプもあと一歩でほぼ完成なんですよ。実はあ、そうなんですね。そうで、アバターができたらスタンプを作成というボタンが出てきます。あります、その下のところに。そこをタップすると LINE スタンプメーカー、最初に言いましたアプリ LINE スタンプメーカーにもうすでに入ってると、そこに自動的に移動しちゃうんですね。だーって。そして本当に一瞬で16個の LINE スタンプができてくるんです。 OK とかよろしくとか了解みたいな自分自身がこう大量にそう作られて、もう全部作って出てくるんですよ。でその後は内容に合わせて、まあ、タイトル、私はメガネ女子普通のスタンプにしたんですけども、メガネかけたのにしたので、うんうんうん、でそんな風にタイトルを入れたりとか、まあ、いくらにするかみたいなことをね、あの設定していくと、あとは LINE スタンプの申請リクエストっていうところが出ますので、そこをリクエストすると出来上がってきます。で私は今回リクエストしてから4時間後に審査が終わって承認されるとメールと LINE に連絡が来るんですけども、でそのリンクをタップしていくと LINE クリエイターズマーケットという LINE スタンプを管理するウェブサイトに誘導されるんですね、はいはい、でそこにリリースをするというボタンがあるので、はい、これを押さないと販売開始にならないので、うんうんうん、リリースボタンを押します。でも リリースをしてからまた反映まで1時間くらいかかるので、はい、ゆっくり待っていただけると自分でもお友達も購入できるようになります。以上で LINE スタンプの作り方の概要は終わりです。お話だけですとあっという間な感じですけれど、うん、ちょっと自分のショックな顔からの調整がつまりアバターさえできれば、はい、LINE スタンプ作成というボタンがあるので、そこをピッと押すともう瞬時にできてしまう。すごいですね。あとは申請すればいいということですね。はい、はい、でここで、ちょうど絵描き歌のコーナーのお時間になったので、はい、LINE スタンプ作りのポイントはその後後半にまた説明をします。では絵描き歌のコーナーです。アトリエ絵描き歌。アトリエ絵描き歌のコーナーです。今月は動画制作がマイブーム、時々ウクレレ弾き語るチョビさんがウクレレで弾き語りをしてくださいます。チョビさんはアトリエ部員でもあり、カモンレコーズのレーベルメイトという趣味の音楽のお仲間でもあります。アトリエ部員の皆様、アキコさん、ショウちゃん、紙とペンで絵描き歌書いてみてくださいね。ではチョビさんの歌が届いているので読んでみましょう。チョビさんお願いします。はい、みゆき部長、アトリエ部員の皆様、こんばんは。動画制作がマイブーム、時々ウクレレ弾き語るチョビと申します。いつもアトリエにようこそ。ラジオの向こう側で楽しく聞いています。中でもこの絵描き歌のコーナーが大好きで、だってラジオで絵描き歌ですよ。斬新じゃないですか。それで答えをせっせと書いてみゆき部長の公式 LINE へ送っていたら、みゆき部長からお声掛けをいただいて、こちら側へ、出演する側へやってきちゃいました。実は作曲初挑戦。うまく伝わるかな。テレパシーを送りながら歌いますので、皆さん挑戦してみてくださいね。さーて、紙とペンのご用意はいいですか。いきますよ。横にギザギザ。
雷だ。雲の上には小さなチョコンとベネモン、あっという間に出来上がり。皆さん、書けましたか？答えはみゆき部長の公式 LINE の方へどんどん送ってくださいね。待ってます。さて、ちょっとお時間をいただいたので、ここで告知をさせていただきます。大好きな動画作成を使って、何か皆さんのお役に立つことはできないかなと考え、この度ショート動画作成のワークショップを開くことにいたしました。旅行の写真やペットの写真、綺麗なお花やスイーツの写真、これらをショート動画にまとめると、いつでも何回でもめくって見られるアルバムのようになります。そんなアルバムを簡単に作るお手伝いをしていけたらなぁと考えています。まだ準備中なのですが、私のインスタのアカウントをフォローしていただくと、そこから行けるちょび公式 LINE に登録することができます。そこからご連絡がいくと思いますので、もしご興味のある方はよろしくお願いします。登録は無料です。お待ちしています。最後にリクエスト曲ですが、私チョビが歌うシューティングスターをお願いします。この曲はカモンレコーズから発売されているカバーズ&カラーズ2021に収録されています。このアルバムはみゆき部長とのご縁が始まった大切なアルバムです。それではチョビでシューティングスターお聴きください。チョビさん、素敵な歌をありがとうございました。絵描き歌楽しかったですね。もうちょっとなんかこのスタジオも盛り上がっちゃいましたねなんかしょうちゃんの絵がすごい上達してて、あの感動しました。あきこさんがもうすごいなんか謎な意味がちゃいましたねそこも楽しいなと思いますけど、はい、いつかどっかで見せたいなと思います実はチョビさん、ラジオの皆様にお見せできないんですけども、 YouTube の アーカイブに載せますよというお話をしたら、すごいコスチュームでウクレレ弾き語りの動画を送ってくださったんですよ。もうその動画を見たら、見た目で答えが分かってしまうなと思いました。はい、言わないでねアーカイブは個展が終わって月末には作りますので、楽しみにお待ちください。吉澤みゆきの YouTube チャンネルにアップいたします。そして先ほどおかけしたチョビさんの歌はどうしたら聴けるんですかと伺ったら、 Siri や Alexa にチョビのシューティングスターかけてと言うとかけてくれるそうです。皆様試してみてください。そしてアトリエ部員の皆様、絵描き歌は描けましたでしょうか？絵描き歌で描いたイラストはカシャッと写真を撮っていただいて、ラジオネームを添えて吉澤みゆき LINE 公式アカウントにお送りください。私のホームページやツイッターアカウントなどにリンク先がございます。来月の絵描き歌のコーナーでラジオネームをお呼びしたいと思います。アトリエ絵描き歌のコーナーでした。吉澤みゆきのアトリエにようこそ。本日は吉澤みゆきの仕事術ということで、誰でも作れる簡単 LINE スタンプの作り方をテーマにお話ししています。話し相手に音楽とイラストで作品を発表されている岩崎明子さんがいらしてくださっています。よろしくお願いします。はい。で、 LINE スタンプを作って販売するってちょっとハードルが高いものだったと思うんですけども、先ほどお話しした LINE アプリから自分の顔の LINE アバターを作って、そこから LINE スタンプを作るという方法だと、アバターさえ完成すれば、うん、LINE スタンプの制作はほとんどアプリがやってくれるので、はい、本当に5分くらいで完成します。気軽にね、いろいろ作れちゃいそうです ね。そうなんです。ぜひ試してみてください。で、よく質問があったんですけども、
あの分配金についてですね、 LINE スタンプのシビアな話ですけども、すごいビジネス的な、はい、そうです。 LINE スタンプの申請の時に無料ダウンロード売上分配額なしっていうのと、有料ダウンロード売上分配額ありという2つの項目があって、それをどちらか選ばなくてはいけないんですけども、それはどういうことですかというふうにご質問をいただきました。で、これは自分の LINE スタンプを無料でダウンロード、無料で自分の分はねダウンロードできるけれども、うん、販売した時に売上はもらえないっていうもの、うん、道とあとは自分の LINE スタンプも自分で買わないといけないけども、その代わり誰かがこう買ってくれて売上の分配がこう来るよっていうことですね、うんうん、そういう道2つに選ぶことができます。はい、そんな感じで、私自身クラス101という動画で学べるサイトで、水彩色鉛筆から始める LINE スタンプ講座という講座も以前からやってます。クラス101をやってらっしゃる方は、よかったら私の動画でもレッスンしてみてください。ということで、今回は LINE アプリから誰でもすぐに作ることができるとっても簡単な LINE スタンプの作り方をお伝えしましたが、ラジオで解説ということでちょっとどうかなと思いました。もうちょっと詳しく聞きたい、ちゃんとちょっと分からなくなっちゃったっていう方は、私の YouTube の動画に LINE スタンプの申請部分もとっても詳しく解説していますので、ご覧になって素敵な LINE スタンプを作っていただけたら嬉しいです。ということで、この秋は LINE スタンプ作りに挑戦してみてください。吉澤美由紀のアトリエにようこそ。ではここで、あきこさんのリクエスト曲をおかけしたいと思います。あきこさん、曲紹介お願いします。はい、ありがとうございます。今日は中村ゆり子さんの、曲で、終わらない旅紡がれる記憶を、お願いしたいと思います。こちらの曲が収録されて、いますアルバム Many Thanks to You は、中村ゆり子さんのデビュー30周年の CD です。で、この曲はコンサートでよく演奏されている曲でして、ゆり子さんは今年1月に脳卒中を、患われて現在闘病中でいらっしゃいますが、その直前も演奏されていて、ゆり子さんの思い入れのある曲だなという印象を、持っております。で、またゆり子さんのご回復と、ゆり子さんの音楽活動がこれからも続くことを、終わらない旅というタイトルに込めて、リクエストいたします。それでは中村ゆり子、終わらない旅紡がれる記憶、お聴きください。では、イラストレーターさんたちの告知です。私も含め芸術の秋10月ですので、たくさん展覧会も開かれますね。イラストレーター玉ひろみさんの個展です。モッタさんのワンダフルワールド、10月30日日曜日まで埼玉県北浦和クッキー&デリマーブルテラスで開催されます。仙木屋和子銅版画メゾチント展、銀座伊東屋慶伊東屋地下1階フレームコーナーで展示販売。ピースをテーマに10月10日月曜日まで開催です。あれ？という感じがした人いらっしゃいますか？私の個展の前日までに和子さんが同じスペースで個展をされていて、バトンを渡されるように私が10月11日から個展が始まっていきます。ということで、吉澤美由紀の個展の告知です。吉澤美由紀の個展が10月11日から銀座伊東屋慶伊東屋地下1階フレームコーナーで開催されます。個展のタイトルは吉澤美由紀個展2022秋、23日日曜日までです。ただいま制作真っ最中です。そして最後にもう一つ、オンラインイラストレーターお仕事集客術の講座のご案内です。ご機嫌ビジネス出版主催で11月にオンラインでイラストレーターの講座をいたします。で、こちらは10月19日までのお申し込みなら早割特典で 20% オフでご受講いただけるので、私のホームページをご覧になってください。来月の予告です。
次回の吉澤美由紀のアトリエにようこその放送日は11月2日水曜日19時からの放送です。次回はゲストさんをお招きしてイラストの仕事について伺いたいと思います。絵描き歌のコーナーはチョビさんの振り返りで歌っていただきます。お答えや送っていただいた皆様のお名前発表もございますので、こちらもお楽しみに。番組へのメッセージ、絵描き歌で描いたイラストはラジオネームを添えて吉澤美由紀 LINE 公式アカウントにお送りください。登録をすると書き下ろしのスマホ壁紙イラストをプレゼントしています。お聞き逃しの方、過去の放送を聞きたい方は吉澤美由紀 YouTube チャンネルでイラストとともに見ることができます。ぜひこちらもチャンネル登録して合わせてお楽しみくださいませ。本日は岩崎明子さんをお招きしました。明子さん、今日は楽しいお話ありがとうございました。私もとても楽しかったです。ありがとうございました。はい、ぜひまた遊びにいらしてください。吉澤美由紀のアトリエにようこそ、次回もお楽しみに。イラストレーターの吉澤美由紀と岩崎明子がお送りしました。